皆さんこんにちは。出直し看護塾の青柳です。今回はショックに気づくという話をしていきたいと思います。洞察力で見抜く急変予兆をお持ちの方はですね、155ページをご覧ください。ショックに気づくためにはどうすればいいかというと、これ教科書的にはですね、ショックの 5P というものがあるんですね。まあ、この本にもね、載せてありますし、まあ、非常に有名なものですので、これはまあ見たことある方はまあたくさんおられるかと思います。ただ個人的にはですね、日本人にはあまり合わないんじゃないかっていう気がするんですよね。蒼白のところに、まあ、パーラーというふうにこう書いてありますけれども、何それっていう気がしませんかね。なかなか覚えにくいと。ですので、まあ、ショックの 5P ね、ちょっとまあ大事なんでしょうけれども、ちょっと日本人には、まあ、あまり馴染まないかなというふうに個人的にはまあ思っています。まあ、覚えなくていいというわけではないんですけれども、ちょっと覚えにくいですよね。で、皆さんですね、ショックの患者さんに対して、どういうイメージ持ってますかね。まあ、どんな患者さんを見た場合に、あれ、この患者さんショックなんじゃないかなというふうにどういう時に思います？まあ、ショックの患者さんというのはですね、パッと見た瞬間に、まあ、なんとなく変なんですよね。なんとなく変だなと。で、これはバイタルサインの意識のところでもお話をしましたが、目が閉じられていて口が開いているという特徴があります。まあ、イメージで言うとこんな感じですよね。まあ、これもね、洞察力のバイタルサインのところにこう書いてありますので、まあ、このイラストをね、見たことのある方もいると思いますが、まあ、なんとなく変で、意識がこうはっきりしなくて、目が閉じられていて、口が開いていると。で、そうすると、あ、この患者さん、ショックだな。まあ、ショックかどうかはともかく、なんかおかしいなっていうふうに気づくわけです。で、なんかおかしいなというふうに気づいて、で、それで血圧が下がっていたら、またショックですよね。ですので、あ、これは何かしなければいけないというふうに、まあ、考えていくわけです。で、ショックかなというふうに思った場合には、まあ、前回お話をしたように、循環血液量の問題かもしれない、心臓の問題かもしれない、あるいは血液分布異常とか、閉塞性とかね、まあ、そういうところに異常があるのかもしれないというふうにまあ考えていくわけです。で、この血圧なんですが、まあ、僕のセミナーにですね、いつも来ていただいている方はですね、まあ、僕いつもこう血圧をディスってると思うんですけども、まあ、血圧がね、まず役に立たないんですよ。なぜかというと、血圧というのは最後の最後まで下がらないので、この患者さんはショックだな、まあ細胞からすると十分に酸素もらえないですけど、っていうふうに細胞が苦しがっている状態でも、血圧というのは意外に維持されるんですね。血圧は最後の最後まで維持されるように、まあ、僕らのこうホメオシスターシスが働きますので、血圧が下がっていればショックなんですが、血圧が下がっていないからといって大丈夫とは言えないんですよ。よく病棟とかでこう聞くのは、先生からですね、血圧いくつっていうふうに言われて、あ、100ですというふうにこう答えたりすることがあるんですが、まあ、これははっきり言うと何の意味もないです。収縮期血圧100っていうところが何を意味しているかと、まあ、これ血管抵抗が100くらいありますよっていうことですよね。この辺をまあ聞いてですね、はにゃというふうに思った場合には、ぜひね、もうすでに解説してますので、バイタルサインの血圧のところを見直してください。これものすごく重要で、血圧が下がっていればショックというふうに考えていいんですが、血圧が保たれているからといって大丈夫という保証はどこにもないということなんです。血圧というのは最後の最後までまあ維持されますよということなんですね。で、血圧が下がっているという患者さんは、その維持がですね、もう破綻したという状態なので、まあ確かにそれはまずいんですが、血圧が保たれているからね、まあ安心してはいけないということで、この辺を理解するためには、循環動態を規定する4因子というものを学習する必要があります。まあ、出直し看護塾に何度も来ていただいている方はですね、まあ、僕いろんなところのセミナーで、循環動態を規定する4因子が重要ですよと、まあ、これ今後またお話をしますが、前負荷、後負荷、そして心筋収縮力、心拍数、まあ、これがですね、まあ、僕らの循環動態をこう支えてくれてるんですね。まあ、お互いにこう支え合ってると。ですから、どっかが破綻してもですね、そう簡単に血圧は下がらないように、まあ、僕らできているんです。ですから、血圧が保たれているから大丈夫とは限らないと。
循環動態を否定する要因子の、まあね、どっかに歪みが起きてもですね、他の3つがサポートしてしまいますので、まあ、そうすると、血圧が維持されているから大丈夫ってことになりませんよということですね。まあ、この辺はこれからじっくりとお話をしていきたいと思います。まあ、というかですね、循環動態を支える、まあ、規定する要因子については、出直し看護塾のこのね、ご覧の YouTube で、アニメーションで説明していますので、そちらをね、見ていただければと思いますので、まあ、ぜひですね、まだ見ていないという方は、まあ、何年前ですかね、多分5、6年前にですね、作りましたけれども、まあ、結構こう再生されていますので、ぜひですね、それを見てみていただければと思います。まあ、いつも言っていますけれども、この循環動態が規定する要因子がわからないとですね、バイタルが取れません。ですので、ここはまあしっかりと学習していただければと思います。というわけで本日の出直し語録です。ショックになるとなんとなく変、目は閉じていて口が開いている、血圧は下がっているとは限らないということですね。ではですね、次回は循環動態を規定する4因子についてお話をしたいと思います。チャンネル登録ね、まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。では今日はここまでです。お疲れ様でした。